太平洋戦争を公式に終結させた短い式典でソビエト連邦を代表するデレビアンコ中将は戦艦ミズーリに乗って降伏の文書に署名した。クズマ、ニコラエビチ・デレビアンコ・クズマ・ニッケルジェビッチ・デレビアンコはウクライナの軍人、ソ連軍中将、デレビアンコとも表記。デレビアンコは1904年11月14日、ロシア帝国、キエフ県、 アマンスキーエイド、ゼニバカの村に生まれた。1945年、赤軍を指揮し、ウィーン入場。デルビアンコは、第二次世界大戦とそれに伴う太平洋戦争を終結させる休戦協定を確立した書面による合意の署名式典において、ソビエト連邦の代表だった。ソビエト代表団は、東京湾に停泊している戦艦ミズーリで、 他の連合国代表に加わった。一緒に待っている連合国は最後に到着した日本の天皇の代表と大日本帝国陸軍の代表を黙って迎えた。手続きはマッカーサー将軍が一本のマイクの前に足を踏み入れた時に始まった。23分の幸福式が世界中で放送された。デルビヤンコは百四十五年九月二日午前九時十七分に 東京湾で日本幸福文書に署名した。彼は米国占領下の対日理事会でソビエト代表を務めた。広島と長崎で行った原爆調査時の放射線被爆により発症し、数年の闘病の後、1954年12月30日、水臓んにより50歳で亡くなった。1955年1月3日、モスクワのノボデビチ墓地に埋葬された。 2007年、彼は死後ウクライナ英雄の称号を授与された。ありがとうございます。